曲げわっぱ使用例曲げわっぱとは、杉やヒノキなどの薄板を曲げて作られる、円筒形の木製の箱のこと。曲げ物であり、本体と蓋で一組になる。主に米びつや弁当箱として使われることが多い。地域により故障は異なるが、日本各地の伝統工芸品となっており、青森県藤崎町の火場の曲げ物、秋田県大館市の大館曲げわっぱ、 静岡県静岡市の伊香は麺ぱ。長野県塩尻市奈良井宿の木曽檜を使用した麺パ、三重県尾鷲市の尾鷲檜を使用した尾鷲わっぱ。福岡県の杉の博多揚げ物。山形県の太平面通、福島県の日の江又わっぱ。栃木県の日光揚げ物。群馬県の乳山麺ぱ。奈良県の道川美釈、吉野三方。徳島県の海軍熱波。 福岡県の博多和げ物など各種ある。この他にも、那須や京都、熊本県の一小地曲げなどの産地はあるが、今の時代では、良い木材の入手難や、後継者不足で、廃業や、規模縮小を余儀なくされているところが多い。わっぱ飯などに使用される。単なる工芸品と捉えられがちだが、ご飯が傷みにくく、軽量で、持ち運びがしやすいといった、 実用品としての利点がある。ヒノキや秋田杉の美しい木目と色合い、香りの良さ、普遍的なデザイン等が再認識され、老若男女問わず根強い人気がある。原材料が天然木のため、湿気に弱く、傷みやすいといった欠点もある。本来は、無塗装の白木で使われていたが、現在は、耐久性を向上させるために、 漆やウレタンを塗ってある製品が主流となっている。木材を曲げて器を作る和げ物は中国では巻木と書き、すでに漢の時代には調査場大体墳母の出土品に見られる。紀元前200年頃、中国で成功な漆器記事として和げ物が盛んに利用されていた頃、日本でもすでに漆塗り和げ物は存在していた。和物は はじめは柔軟な樹皮をそのまま曲げて、橋を止めて、円形の側板にしたのだろうと推察される。1996年発掘の秋田市、添川の平戸川遺跡では、毛焼素材の和げ物容器が見つかっている。そこいった直径が 34.1cm、厚さ 2.2cm、側板高さ 5.0cm、厚さ 3mm の樹皮でできている。これは、 縄文板記の約2800年前のもので、曲げわっぱはすでに縄文板記には実用化されていた。新潟県北貫原郡梶川村にある縄文板記週末、約2500年前の川に沿った大規模な集落の吉川遺跡は、固定に埋没した低質遺跡で有機質遺物が豊富で和げ物も見つかっている。見つかったのは、欅の樹皮性で、 長さ16.1センチメートル、幅16.5センチメートル、厚さ0.9センチメートルの板状の樹皮と、長さ6.3センチメートル、幅1.2センチメートル、厚さ0.9センチメートルの細長い板状のもので、これらには、幅4から6センチメートル、厚さ1ミリメートル以下のとじひもが残存していた。大竹曲げわっぱとは、大竹曲わっぱ共同組合。 大汗わっぱの作業工程江戸時代に大立城主佐竹孝が領内の豊富な秋田杉に目をつけ武士の内職等に作ることを推奨したことから始まったと言われるこの分野では唯一国の伝統的工芸品に昭和55年10月16日に指定されたものと人間の文化史和物岩井広美法政大学出版局1994年 大立郷土博物館研究起用課内第7号大立曲げわっぱについてあばらやゆきこ P45 から47ありがとうございます